かけめです。今日は、みかことさんの珍しいラムネなんですけれども、妖怪ウォッチラムネ、いちご味とラムネ味の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。妖怪ウォッチラムネ、みかことさんの商品です。右がいちご味で、左がラムネ味。妖怪の名前はすいません、忘れました。ヒコニャンって言うんですかね。ちょっとわからないんですけれども、すいません。表と裏のラベルはもう一緒ですよね。それじゃあ、原材料名、ラムネ味の方から見てまいりましょう。原材料名はブドウ糖と酸味料と、なんて言うんですか、初糖エステル香料ということで、カロリーの方は 20g あたり 75kcal ですね。こっちのいちご味は、原材料名はブドウ糖といちごですね。乳糖に酸味料、初糖エステル香料ということで、カロリーは同じ75kcal です。それじゃ中身の方チェックなんですけども、開けるところはここなんですよね。意外と、なんでまた下なんでしょうか。あ、でもちゃんとジッパーついてる。すげえ。お、まあまあでかい。こちらがいちご味の中身です。あれ、形が違うのが入ってるぞ。丸いのと長細いのと2種類あります。なんかお薬みたいですよね。ラムネ味の方はどうなんでしょうか。結構量は入ってるんですよ。ただなんか長細いのと丸いのが混ざってるっていう感じですかね。それでは妖怪ウォッチのラムネ味のいちごの丸い方をちょっと食べてみようと思います。あ、なかなか美味しい。すごいいちごの甘酸っぱい風味が楽しめます。で、結構硬いんですよ。なのでちょっと口の中で転がしてから噛んで食べる的な味になってます。テイストになってますね。ちょっと変わったラムネになってます。ちょっともう一個チェックしてみます。あれ、なんか味が違う。長細い方はなんかこうあんまり硬くなくて、あのサクッと噛める感じで、そんなに酸っぱくなくて、いちごの風味もそうですね、同等なんですけれども、丸い方が若干ちょっと酸味が強くて、長細い方はちょっとまろやか的な、テイストになっちゃってるんじゃないでしょうか。変わってますね。美味しいです、すごく。じゃあちょっとラムネ味の方ですね、チェック決めようと思います。こっちも長細いのと丸いのとがあって、さっき長細い方ですね、ちょっと食べてみたいと思います。うん、こっちも美味しいですね。ただこっちはやっぱり酸味強いですかね。なんやろ、ラムネの味ってどんな味、あの普通のあの炭酸ジュースのラムネ味によく似てるんで、なんて言ったらいいんやろ、酸っぱい、ちょっと癖のある鼻につくような、そうですね、なんかこうミント系の甘酸っぱい味になってますね。美味しいです、すごく。ちょっとじゃあ丸い方を食べてみたいと思います。こっちも美味しいですね。ただやっぱり丸い方がちょっと酸味はきついような気がします。いちご味もこっちの、ラムネ味も丸い方の方が酸味はギュッと詰まった感じがあって、長細い方は比較的まろやかで、多分圧縮の関係ですかね。丸い方が硬くて、長細い方がまあ比較的柔らかい的なお味になってますね。どっちも美味しいです、すごく。これもセブンイレブンさんの方でゲットしまいました。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。